小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店 TB グループを運営するなゆた工業の提供でお送りいたします。こんにちは、なゆきちです。こんにちは、みよきちですが、なんか今日は私の方がでかいような気がします。いや、ていうかさ、いつもとこらへん。あ、なるほど、そういうことなんですね。あ、私がこう大きくて、みよきちが眩しくてっていうね、いつものパターンですね。ですね。また床屋行ったんですね。行きました。22日ローテーション、ルーティンですね。どこ切ったの？髪の毛。他切るとこねえだろ。いや、髪の毛も切るとこないじゃないですかね。いや、伸びるけど生えないですね。生えるけど伸びないですね。そう。あ、いや、生えないけど伸びる。毛根死滅したところは、ほら、生えないからね。焼き畑農業でもやったんですか？いや、もう自然っていうかね、31度で半分落ちましたからね。夜年並みには勝てないということなんですか？年じゃないですね。ストレスには勝てないということなんでしょう。そうですね、メンタルが弱かったんだろうね。いや、そこでそこで笑いだろ。いや、本当にね、死にそうな思いしたんだから、その時は。いや、でも、視聴者の皆さん、メンタルが弱いみよきちってちょっと見てみたいですよね。いや、いつもでしょ。いや、基本臆病者ですから。それ言ったら私だって無口で口下手で人見知りじゃないですか。嘘つけ。ということでですね、どういうことなんだよって言われちゃいそうだけど、秋ですよ、秋。なんか8月あっという間だったね。でも暑かったですよね。暑いのって台風と交互だよね。うん、で、電気代が怖かったですよね。そうだね、助成金はまあ多少出たんだろうけどね。はいはいはい。ということで、助成金でみよきちがジョジョ園をプレゼントとかそういう企画はないんですね。うん、全然女性になってないから。あ、なるほどなるほど、男性ですからね。はい、ということで秋ですよ、秋。視聴者の皆さんはこの秋どんな過ごし方をされますか？まあ、いろいろありますよね。秋といえばもうね、あなた食うばっかりだよな、一年中な。もう、飯テロの秋。うん、だね、いつもでしょ。いや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 。で、みよきちはどんな風に過ごすの？いや、ほら、よく世間で言うとさ、芸術の秋とか言うじゃないですか。ああ、はい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 。うん、で、何か、こう、芸術的なことは？これは読書でしょ。よくあの、ペンギンね。あのポストもあれでしょ。卒業の時にペンギン入れちゃうんだよ。卒業の時に入れました。あれね、私ね、ふざけてね、あの友達の教科書、あの始業式の日に友達の教科書、あのほら、学年の変わり目とかに教科書買わされるじゃないですか。で、あれふざけてね、友達の教科書全部入れてね、すげえ叱られたことがあるんですよ。で、時は駅前のね、ペンギンね、なんかいたずらがあんまり多いから、ブリキをくの字に折ったやつで、こうやって針が出て、口は取ってんの。それ意味ないじゃないですか。そう。もう入れられないじゃないですか。だからさ、そんなの転居しちゃえばいいのにって。で、みよきちは、読書の秋ってこう、豪語しましたけど、どんな本読んでるんですか？これね、おすすめ。おすすめだって。はい。彼氏。彼氏。列車長ね。元の国鉄マンの、ドキュメンタリーなんですけどね。単行本で3冊なんですね。そうですね。いろんな、文庫本のなんかとか、いろんなね、ノベルの、こんなやつみたいなんですけどね。はいはいはい。これが一応3巻にまとめた漫画本。愛蔵版みたいで、昔は普通の漫画本が出てたってことですね。そうですね、なんかね。ほうほうほう。詳しい方はみんな、それぞれね、いらっしゃる。どんなお話でしょうね。なんかこれは、面白そうですね。っていうかね、私これね、泣きましたね。へぇー。本当にね、なんかね、うんうん。込み上げてね、やっぱ泣きました。いや、なんかこれ、めちゃくちゃリアルに書いてありますよ。うん。うん。こんなね、よく漫画に連載されてた時には、こう、カレッジってタイトルが入って、ね、第何話何々の巻って書くタイトルなんですけど、なんかこう、車掌さんと駅弁屋さんと駅のホームとか、なんか、駅のホームは駅弁屋じゃない、売店ですね。いや、なんか、うん、めちゃめちゃリアルな描写ですね。これ、どんなお話なんですか？
国鉄の末期にね、働く現業の人のね、車掌さんの話なんですかね。そうですね。はいはいはい、はい。正式にはね、旅客列車長のね、略称で。絵もなかなかこだわって描かれてますね。車両なんか割とね、一見ね、緩く描いてるんですけど、はいはい、かなりね、突っ込んで詳細に描いてるのでね、これもね、もう、やっぱりね、鉄道をとにかくね、詳しい方なんかをっていうような。あ、これはすごいリアルですよ。EF59 ですね。ここのとこうちの動画で話題になってた。そうですね。はい。はい、EF ちゃんと二エンド側にゼブラとか、あ、これは。解決装置とかね。リアルですね。へぇー。で、やっぱりね、人間のドラマ、それから列車を本当に正確に時刻に運行するっていうことに、ある意味ね、その命がけでね、こうやってきた人たちの、やっぱりこう、根性というか精神というかね。ああ。まあ、あとはもう哲学とかね。はい。まあ、そういうようなことが書かれてるのね。これが宮吉のおすすめの漫画だそうです。そうですね。はい。読書の秋って言いますけど、漫画だけなんです？いや、漫画で。こう、なんかもっとこう、あ、じゃあ、ね、文字。崇高な小説とかね。ああ。ええ。文庫本で何文字の羅列ってこと？そう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 。いわゆる漫画だけじゃなくて、小説ですよ。小説は大人なんだから。読書ってそういうことだよね。うん。だって学校の時だってね、読書感想文とかって漫画の感想文書かなかったじゃないですか。小説ですね。はい。おー、三代吉おすすめの小説。どんな小説でしょう？はい。何これ？電力回避プラグちゃん。電力回避プラグちゃん？いやいやいや。電気代節約の話？いやいや。電気は関係ないね。プロットアニメさんでやってる YouTube 動画の。そうですね。文化版ですね。なるほど。あ、なんかかっこいいですね。うん。こんなかっこいいモブ君見たことないんだけど。しょっぱい人生だったけどみたいな。そこのくだりだよね。ああ、三好さんが？いやいや。すごい、ちゃんと小説になってますね。はい。文字しかないでしょ。うん。へえ、小説も読むんですね。これだったらほら、読書って言うよね。ただね、全力回避フラグちゃんを読んでっていう感想文はあんまり聞かないな。活字が苦手で眠くなっちゃうのよ。いいことですよ。春眠暁を覚えず。春じゃねえから。秋の夜長とはよく言ったもんでね。うんうんうん、うん。よく寝れるんだからまた。で、もうちょっと経つと冬眠になるんですね。ということで、三代吉の秋は読書の秋、漫画本とアニメをベースに作ったライトノベル、ラノベですよね、これ考えてみたらね。うん。これはね、でもね、なんか、まともなこう人間ドラマを、鉄道を背景にした人間ドラマが好きな方には、カレッジを。で、ラノベ大好きな方には、電力回避プラグちゃん。全力回避。電力回避プラグちゃんって言ったら、みゆきちんちの電気代になっちゃいますからね。いやいや、電子ちゃんになっちゃう。電気を大切にね、みたいなね。そうそうそう、だんだん叱られるんで。はい、あ、だまあ、でも、三代吉の秋は、そんな秋だそうですね。そうですね。はい。三代吉はどうなのよ。そりゃ、この顔ですからね。食べるだけ？違うよ。芸術の秋です。芸術の秋。だったら、いや、出してみいや。あるの？そう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 。はい。じゃん。何それ？これね。壊れかけのラジオ。違いますよ。ちゃんとした楽器ですよ。楽器なのこれ。楽器なのよ、ほら。初めて見るよ。これ、皆さんご存知ですか？カリンバっていう楽器です。マリンバじゃなくて？マリンバは木琴の親戚ですよね。カリンバは、ここをね、弾いてこうやってこうなんか音を出すんですよ。なんかヘアピンみたいなのがいっぱいついてる。そう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 、親指ピアノって言われる、アフリカのジンバブエ方面の原住民に伝わる民族楽器。これが現代版にアレンジメントされたカリンバという楽器ですね。あんまり音量ないね。うん。そんなにね、大音量でこう、かき散らかすっていうわけでもないんですけれども、まあ、そのうちこう、なんか、カシャカシャつなぐような、エレキカリンバとかいうのができるかもしれませんね。はあ。あんまだからほら、ここにラペル型のマイクをこう貼り付けるとかさ。そうですね。昔よくなんか、楽器の教材みたいな、甘い木とかあったよね。うんうん、いや、何気にね、なゆきちも、こういう繊細な、
で、ここの穴ってあの、このアコギのギターと同じ弦。あ、そうです、そうです。そうらしいですね。裏にも2個開いてます。なんで？いや、こう、ピアノでいうところのサスティンみたいなもんじゃないですか？ほら。皆さん、この違いが、わかりますか？音階？ドレミファ順じゃなさそうだね。ドレミファ順ではないんですけど、うん、順番に弾くと、っていう形でこう、ドレミはこっち、こっちとこっち、こっちとこっちでこう、ドレミになるようになってるんです。へぇ、そう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 。で、何か弾けるの？何か弾いてみせてよ。まあ私たちの商売だったら、鉄道ネタとか、交通機関ネタですよね。うん。うん。例えば、そうですね。交通機関の代表例といえば、羽田空港とか、旅客機のチャイムとかどうですか？発車ベルとかさ。鉄道の車内チャイム。さあ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 。じゃあ。やってみせて。なんか詰まったよね。できねえんだろ？できねえんだ。じゃあ、やりますよ。うん、そんなにできんの？新幹線の車内チャイム。またいきなり来たね。ええ。三島です。接続列車のご案内をいたしますと、これ違います。本当に？そう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 。あとはあの羽田空港のチャイムはなんで羽田空港行くから。いや、あの新幹線とかでは飛行機だからね。あの羽田空港だったら、いや一応ライバルじゃない。うん。それはそれっぽいな。うん、羽田空港。あんまり飛行機乗りつけないからね。日本航空からお客様にお知らせをいたしますところでやるじゃないですか。いやうん。いや、あんたの一人アナウンスの方が面白い。あ、それか、JR 西日本の特急の車内チャイム。なんで西行くで、東じゃないの？いや、西日本の特急のチャイムはやりやすいですよ。うん、車内チャイムこんな感じでした。接続列車のご案内をいたします。何か曲は弾けないの？何か曲は。だからできないんだろ。皆さん聞いてくださいよ、ね、こう曲弾けないんだよ。伝統的な民族楽器なんでね。だから曲がないで。もうなんかショート動画になりましたけどね。じゃあもう本当に練習させときますんでね、次回の動画をお楽しみに。ごきげんよう、さよならって言ったら殴られるよね。でもまあしょうがないですね。困ったもんだね。まあじゃあ、いや、なんちゅう芸術の秋なんだろうね。うん、多摩鉄道模型フェスティバルが12月8日に開催されますので、それまでに練習しておく。ああ言ったね、言ったね。なゆきちのこうね、カリンバ、鉄道メ、カリンバで綴る鉄道メロディーの夕べ、お聞きになりたい方は、ぜひ、多摩鉄道模型フェスティバルに。はい。今日も動画を見てくれて、本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でも、うん、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのがもっと嬉しいよね。あ、そうだ ね。はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。